サンデークリニック。この番組は静岡県医師会、静岡県医師協同組合の協力でお送りします。おはようございます。野地武彦です。家族一人一人が健康でいてほしいという思いは誰しも共通の願いです。毎日の暮らしを明るく楽しく過ごすためにはやはり健康であることが大切です。そんな皆さんの病気や医療に関する相談にお答えするのがこのサンデークリニックです。直接専門の先生に相談に応じていただくことで健康に関する正確な情報をお伝えしますので、どうぞ安心して相談をお寄せください。今日は遺伝子診療と題し、浜松医科大学臨床検査医学病院講師の岩泉守也先生にお話を伺います。岩泉先生にはお電話で出演をしていただきます。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。遺伝子診療というテーマです。遺伝子診療、まずどういうものか簡単に教えていただけますか。はい、遺伝子診療というと何か特別な診療に感じる方もいらっしゃるかと思いますが、決してそうではありません。ゲノム医療、遺伝子診療という言葉が注目され始めたのはごく最近のことですが、遺伝情報を診療に役立てることは古くから多くの診療科で行われてきました。例えば生活習慣病の一つである脂質異常症、これは血中のコレステロールの値が高くなる病気ですけれども、その中でご家族に何人も同じような方がいる家族性高コレステロール血症が疑われた場合、ご本人だけでなく血縁の方の LDL コレステロール値、いわゆる悪玉コレステロールも気になり、未見の場合は脂質関連検査を進めます。はい、また自分の病気は遺伝性のものと聞いたがどういうものか詳しく知りたいだとか、子供が先天性の病気を持っていて次の子供も同じ病気になるか心配、あるいは家族や親戚にがんにかかった人が何人もいるので自分も心配といった方が相談されたいときに行っている遺伝カウンセリングや、はい、適切な遺伝学的検査を提供することも遺伝子診療です。すなわち遺伝子診療を一言で言いますと、遺伝子の情報を適切に医療の場で応用する取り組みと言えるかと思います。確かに人間ドックの問診票にですね、両親が高血圧ですかという設問があったり、はい、私の場合は父親が痛風になりましたって回答した覚えがありますので、そういうこともやっぱり本人の健康あるいはかかりやすい病気ということに関係してくる場合があるということですね。はい、はい、そうです。で、岩泉先生は特にがんの遺伝子診療に従事してらっしゃるんですね。はい、そうです。がん診療での最大の目標はがんを治療で除去したり小さくしたりしてがんによる身体への影響を取り除く、あるいはがんの進行を抑えることで生活の質の維持とがんによる死亡のリスクを低減させることであり、当然ですけれども患者さんにあるがんそのものにまず焦点が当てられて検査や治療が行われます。はい、しかしながら患者さんや健康な相談者のお話によくよく耳を傾けてみますと次のような相談をいただきます。はい、先日乳がんと診断されました。家族に乳がんにかかった人が4人います。娘も乳がんになるのか心配です。はい、これまでに大腸がん、尿管がん、膵臓がんの手術をしました。担当の先生から家族歴はないんだけども遺伝が関係しているかもしれないと言われました。本当ですか。あるいはタバコは吸っていません。30歳の時に肺の腺がんの手術をしました。若い時に見つかったことに何か遺伝的な特別な理由があるのでしょうか。こんな相談をいただきます。なかなか強い不安をやっぱり持たれてるでしょうね、そういう場合はね。そうですね。はい、で、私はがんのことのみならずがんの遺伝のことについても悩まれている方や知りたいとお考えの方にも
寄り添っていきたいと考えています、はい、私は臨床遺伝医として主にがんと遺伝に悩まれている方、決してそれはがんにかかられている患者さんだけではなく、そのご家族あるいは血縁の方にがんの方がいなくてもがんと遺伝について相談したいと思っている方も当てはまります、はい、そういった方に対して遺伝カウンセリングを担当したり、遺伝学的検査を受けて分かること、分からないことを臨床検査医の立場として情報提供したり、また消化器内科医の立場として家族性消化器腫瘍外来を担当し、遺伝に関わる消化器がん患者さんへの健康管理や治療、適切なサーベイランスを提供しています。意外にがんと遺伝に悩まれる方は多いと感じています。それでは、遺伝するがんというものにはどのようなものがあるんでしょうか。はい、さまざまなものがありますが、よく私が担当するのには3つあります。はい、1つは、乳がんや卵巣がんにかかりやすい遺伝性乳がん卵巣がん症候群。もう1つは、遺伝性の大腸がんの1つであるリンチ症候群などが主な病気です。はい、また、浜松医科大学で多くの遺伝カウンセリングや遺伝学的解析を行っているものに、遺伝する胃がんの一つである遺伝性肥満性胃がんという遺伝性の胃がんもあります。はい、では一つ目におっしゃった遺伝性の乳がん卵巣がん症候群について教えてください。はい、すべての乳がんのうち遺伝要因が発症に強く関係しているものは約5から10%と言われており、はい、その多くが遺伝性乳がん卵巣がん症候群、英語で略しますと HBOC と呼ばれている遺伝性腫瘍です、はい、HBOC は乳がんや卵巣がんだけではなく、膵臓がん、男性の乳がん、そして前立腺がんなどにかかるリスクが一般の方よりも高くなるという報告があります、はい、原因は BRCA1 あるいは BRCA2 という名前の遺伝子の生まれつきの病気の原因となる変化です。ほう。40歳未満で乳がんを発症した方がいますかとか、年齢を問わずに卵巣がんあるいは卵管がん腹膜がんの方がいらっしゃいますか、ご家族の中でお一人の方が時期を問わず原発の乳がんを2個以上発症したことがありますかとか、男性の方で乳がんを発症された方はいらっしゃいますか、ご家族の中でご本人を含め乳がんを発症された方が3名以上いらっしゃいますか、トリプルネガティブの乳がんと言われた方はいらっしゃいますか、ご家族の中に BRCA 遺伝子の生まれつきの病的な変化が確認された方はいらっしゃいますか、このような質問に一つでも該当する項目があれば、あなたが遺伝性乳がん卵巣がんである可能性は一般よりも高いと考えられます。現在一部の方には BRCA 遺伝学的検査が保険で行われております。また最近一部の HBOC の方には保険診療で乳腺や卵巣卵管のリスク低減手術も可能となりました。詳しくはかかりつけの乳腺外科、婦人科の先生にご相談ください。何年か前にですね、アメリカの女優アンジェリーナ・ジョリーさんががん予防のために乳房の切除の手術をしたというのは話題になりましたけれども、あれもその遺伝的に乳がんになる確率が高いと言われてなさった決断だったということなんでしょうか。そうですね、うん、アンジェリーナ・ジョリーさんはご家族に乳がんや卵巣がんにかかった方がたくさんいらっしゃいました、はい、なので自分も遺伝に関係する病気かもしれないということで遺伝子検査を受けたところ、 BRCA の病気の原因の変化が認められたということです。ほう、まあ、その乳がんになるリスクを減らすための手術ということなんですが、そのリスク低減手術について、はい、まあ、診療として浜松医科大学病院ではどのような取り組みをしていらっしゃるんでしょうか。はい、
浜松医大病院を例に挙げますと、当院では乳腺外科や婦人科のほか、形成外科、リハビリテーション科、病理診断科などとチームで遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された患者さんに、病気のない乳房や卵巣の予防的切除術、これをリスク低減手術と言いますが、このような治療を行っております。はい、特に当院の乳腺外科には、家族性乳腺腫瘍外来が設定され、遺伝性乳がん卵巣がん症候群の方の患者さんのみならず、ご家族のケアを行っています。なるほど。それでは遺伝するがんの2つ目に先生に挙げていただきましたリンチ症候群。これは最も頻度の高い遺伝性の大腸がんと伺っています。詳しく教えてください。はい。遺伝性大腸がんの一つであるリンチ症候群は、大腸がんのみならず、子宮内膜、卵巣、胃、小腸、肝胆道系、腎盂尿管がんなどの発症リスクが高まる疾患で、原因はミスマッチ修復遺伝子の生まれつきの病的変化です。全大腸がんの 2-5% 程度がリンチ症候群と考えられ、最も頻度の高い遺伝性腫瘍の一つとされています。はい、リンチ症候群の原因となる遺伝子の変化を有する人では、約 80% が生涯に大腸がんを発症すると報告されています。また、女性では 20-60% が生涯に子宮内膜がん、これは子宮体がんとも言いますが、この病気は発症するとされています。はい、リンチ症候群は、必ずしも他の血縁者と同様の症状を示すわけではなく、遺伝子の生まれつきの病的な変化を持っていても、生涯発症しない場合もあります。そうですか。では、リンチ症候群について、診療としてはどのような取り組みをしていらっしゃいますか？はい。浜松医大病院では、大学病院という特徴を生かして、研究にご協力いただくという形で、リンチ症候群のユニバーサルスクリーニングというものを、当院の下部消化管外科、消化器内科、および病理診断科と協力して行っています。このユニバーサルスクリーニングは、手術を行ったすべての大腸がんや子宮内膜がんの患者さんに対して、摘出した病変を用いて、マイクロサテライト不安定性検査やミスマッチ修復タンパクに対する免疫染色を行うスクリーニング法です。最近のヨーロッパやアメリカからの報告によりますと、感度と費用対効果の高い方法として推奨されているのですが、はい、日本ではまだ診療としてこのユニバーサルスクリーニングが行われてはいません。しかし、患者さんやご家族の健康管理に役立つという立場から、浜松医大病院ではミスマッチ修復タンパクに対する免疫染色を大腸がん患者さんに了解いただいた上で行い、家族歴や症状と合わせてリンチ症候群かもしれないと思われる方に、ご希望に応じて遺伝診療部の遺伝カウンセリングをお勧めしたり、当院消化器内科に設置されている家族性消化器腫瘍外来でリンチ症候群と遺伝の関係、遺伝学的検査を受けることで分かること、分からないことなどを説明したりして、患者さんやご家族のお悩みに対応しています。はい。その他、最近の遺伝子診療での特徴について教えてください。はい。これまで遺伝性のがんは、家族歴やがんに罹患した年齢や罹患した回数から推測され、患者さんやご家族が病気と遺伝についてお悩みになったときに遺伝カウンセリングに来談され、ご希望に応じて遺伝学的検査を受けるケースがほとんどでした。しかし最近ここ数年、がん患者さんが治療薬の選択のために受けるコンパニオン検査で、腫瘍や血液を用いた遺伝子検査を実施する機会が増えてまいりました。はい、その一つが、最近ニュースなどでよく耳にするがんゲノム医療です。がんゲノム医療とは、主にがんの組織を用いて、多数の遺伝子を同時に調べ、遺伝子の変化を明らかにすることにより、一人一人の体質や病状に合わせて治療などを行う医療であり、近年の
遺伝子解析機器や分子標的治療薬の進歩により実装化されるようになりました。一気に多数の遺伝子を同時に調べる検査は、がん遺伝子プロファイリング検査、あるいはがん遺伝子パネル検査と言われますが、実は頻度は少ないものの、この検査により生まれつきの遺伝子の病気の原因となる変化が疑われる場合が出てまいりました。このように家族歴や症状からでなく、検査でいきなり遺伝性のがんと診断され、はい、あるいは疑われることで遺伝カウンセリングに来談される場合もよく見られます。このような方が検査結果を聞いたとき、安心して健康管理ができるように全力で遺伝診療を行う立場からサポートさせていただいております。そうですね、遺伝子による病気だと言われると、ちゃんと治る病気でも宿命的なものを感じてしまってショックが大きいという場合は確かにあるかもしれませんね。確かにそのように感じられる方もいるかもしれません。はい、ただ特に遺伝とがんの関係に関しては、はい、その自分の遺伝子の生まれつきの変化があるかないか、そういったことが分かることにより、今後の健康管理に役立つことができますので、はい、ぜひ不安の方は遺伝カウンセリングご利用されると良いかと思います。ショックなことが分かるというよりは、安心できる材料が見つかる、そんなふうに思った方がいいですか？はい、そういう側面もあると思います。はい、ありがとうございます。今日は浜松医科大学臨床検査医学病院講師の岩泉守也先生にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。来週は今週に引き続き遺伝子診療と題して、浜松医科大学臨床検査医学病院講師の岩泉守也先生にお話を伺います。皆さんからの相談ごと、また取り上げてほしいテーマをはがき、封書、ファックスで番組宛にお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 422-8680 SBS ラジオサンデークリニックの係、ファックスは 054-287-5555 054-287-5555、E メールはクリニックアットマーク digisbs.com です。E メールは clinic アットマーク digisbs.com です。番組のホームページは SBS のホームページの SBS ラジオの欄から、この番組サンデークリニックをクリックしてください。ご相談もそこから送信していただけます。相談には必ず連絡先をお書き添えくださいね。匿名希望の場合はその旨お知らせください。どんなことでも結構ですので、症状や不安なことなどできるだけ詳しくお書きいただければと思います。皆さんからの健康に関するご質問ご相談をお待ちしています。また静岡新聞 SBS のウェブサービスアットエスの健康医療のページからも、これまで放送した内容を記事にして掲載していますし、番組を聞いていただくことができます。アットエスにアクセスしてみてくださいね。お相手は野地武彦でした。この番組は静岡県医師会、静岡県医師協同組合の協力でお送りしました。